時間がもう日をまたいでたから、それは嘘で本当は少し疲れていただけ。仕事は順調にやってるか、栄養はしっかりとってるか、やたら長いメールの嵐心配しすぎだよ。どれだけ離れてもいくつ年ほどでも、私はあなたの息子、変わりはない。あなたが笑